大井川鉄道が平日の SL 列車の運休を決めました。運行する車両については消毒や窓を開けての換気を徹底するなどの対策を取ります。大井川鉄道は今日、新金谷駅から千頭駅の間を運行する SL 列車について、今月6日から来月5日までの平日の運行を休止すると発表しました。新型コロナの影響で団体客がキャンセルとなり、感染拡大を考慮した判断です。土曜と休日は SL を運行しますが、徹底した感染防止策を取るということです。対策といたしましては、まずこのように窓を開けて、開放的な状態で運行するようにしておりまして、あとはですね、指定席ですので、こちらでお客様の間隔を空けてご乗車いただけるように席をお取りしております。また椅子の肘掛けや手すりなど乗客が手を触れる場所を列車の運行前と折り返しの時に消毒します。そうですね、やはり残念ではございます。今できる対策をしっかりと行って今後に備えたいと思います。来月6日以降については今後の状況を見て判断するとしています。